こんにちは、バツネジです。今回はレベル別クラフトメタルの賢い使い方を紹介します。皆さん、実はクラフトメタルの賢い使い方ってレベルごとに違ってくるって知ってましたか？これを意識せずにクラフトメタルを使ってしまうと、後々大きな損を招いてしまうケースがあるんですよ。ということで、レベル別のクラフトメタルの正しい使い方を今からでも心得ておくと、これから来る様々なイベントで欲しいものが手に入るという夢のような状態になれる効率的な使い方を紹介します。なので、これから絶対クラフトメタルで損したくない方は、ぜひともこの動画最後までご覧ください。このチャンネルでは Apex が100倍楽しくなるを手元したスキンなどの紹介動画を2日に1回19時にアップしてますので、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いします。では早速本編。さあ、というわけで今回はレベル別の紹介をしていくわけなんですけど、きっと皆さんが当てはまるレベルあると思いますが、多分皆さんの周りの人たち、お友達とかも当てはまるレベルあると思うので、この動画で知ったことを、まあ偉そうにその人たちに自信満々に紹介してやってください。きっと参考になると思います。この他にも初心者さんをピックアップした、これから Apex をやっていく上で絶対に知るべきクラフトメタルの使い方などをね、紹介した動画、こちらの再生リストにまとめてますので、ぜひともこの動画最後に、じゃあこの動画ご覧になった後にでもご覧ください。ではまずレベル100からレベル200までの使い方の紹介、こちらはですね、まずは処方の処方、これから Apex で頂点へ上り詰めていく上で絶対に買っておくべきやつですね。もしまだこれらのアイテムを買っていないという方は、今すぐにでも買っておいてください。そんなレベル100からレベル100までの賢いクラフトメタルの使い方らはこちら、武器スキンです。もっと厳密に言いますと、見やすい武器スキンですね。正直ね、 Apex の武器スキン、あの元スキンか、いわゆる企画品、めっちゃ言いにくいねこれ、企画品は見抜くすぎるやばい劇物が隠れてるんですよ。それを使っているだけで、もしかしたら弾が当ててドラッグだって打ち合いに負けてしまうかもしれない。 0.01 秒の接戦に勝つよりも前に、勝てる武器スキンで一歩先に出る、この考え方がまずないと上まではいけない。もちろん最初の方は持ってるアイテムの数も少ないので、クラフトメタルが集まりにくいのは分かります。でも大丈夫、その勝てる武器スキンって案外少ないから、もしかしたらガチャでそのまま当たるというね、可能性も、ラッキーな可能性もありますから、無謀なことじゃない。なので、こちらの動画でまずは最初にゲットすべき武器スキン5つをまとめた動画、こちらにありますので、絶対にこのレベル帯の人たちはご覧になってください。それで勝てる武器スキンを知って購入してください。下調べなしでクラフトメタルを使うなんてもう言語道断。情報の量は今やその人の優秀さを測る指標でもあります。周りよりも一歩先に立てる強い人になってください。あ、ごめんなさい、さっきの紹介はレベル0から100までの方々たちの紹介です。では次、レベル200からの紹介、こちらはですね、ちょっと Apex にハマりだした頃なんじゃないかな、これから爆発的にハマる可能性を加味して、いい感じにロマンを追求した紹介です。そんなレベル100からレベル200までの使い道がこちら、スキンを買えですね。さてさて、一見何も考えてなさそうだなと思われそうですので、先に理由を紹介しておきます。それが、好きなレジェンドのスキンを集めていこうよって話です。多分このくらいのレベルまでになってきますと、使いやすいレジェンドというものが確定してくると思うんですよ。なので、そこでレジェンドたちのスキンをゲットしていただきたい。そしてクラフトメタルでゲットできるということは、トークンでゲットできる色違いスキンも来るかもしれない。これだから Apex のスキンってのは奥が深いんだよ。で、もう一つここで意識してほしいことがあるんですよ。このレベル帯になってくると、そろそろね、あれにも興味が出てくる頃だと思います。そう、それがスーパーレジェンドですよね。あの赤に輝く夢の石ころですわ。レベル100までの方々たちはあまり Apex を理解していないうちに、ゲットするスパルジェって、もちろんね、貴重ではあるんですが、ある程度理解してきたこの頃にな、当たると感動がでかい。まあ、自分もね、実際スパルジェが当たったっていうのはこの頃だったですね。まあ、課金したんですけどね。そのスーパーレジェンドを長く楽しむために、そのスパルジェを選んだレジェンドのスキンを買うと、めちゃくちゃずっと、本当にもうずっと永久に、はい、スパルジェを楽しむことができます。そうなんですよね、意外って思われそうですが、スキンを意識した方がいいのはここからなんですよね。いや、まさかクラフトメタル最初に集まった1200でもうそのレジェンドのスキン買った人なんていませんよね。そんなことしたら、まあ自分したんですけど、そんなことしたらもう本当にもう哀れ、愚か、後悔、その3つがドーンとのしかかる。でも大丈夫、 Apex はいつからでもやり直す、むしろレベルが重なってきた頃の方が可能性は大きいです。その失敗を糧に次の成功につなげていきましょう。いろんな派手なスキン憧れるとは思いますが、ちょっと待ってほしいんだよ。スキンはこのくらいのレベルになるまで我慢してほしい。ここで勘違いしないでほしいのは、スキンを買うなって言ってるわけではありません。一回でもね、こう言っちゃうと買うなって言ってる判定にする感性が少々貧相な方々がいるので、ちゃんと言っておかないと危ないからね。なので、スキンを買うのはレベル100を超えてから、ここを意識しておいてほしいです。後々絶対得をします、信じてください。では次、レベル300
からの紹介。こちらはですね、もう完全にエーペックスにハマりきった頃なんじゃないかなと、毎日エーペックス付けの毎日を送ってるんじゃないかと、そのくらいの人たちになってくるんじゃないですかね。そんなレベル200から300までの使い道がこちら。はい、武器スキンです。おいおいと、お前今さっき武器スキンはまず買えとあれほど言っといたのに、もう忘れやがったのかよ。おいおい、若めのボケが来たのかな、アルツハイマーかよ。最初に武器スキンを買って、次にレジェンドのスキンを買って、また武器スキンって、おいおいどうした、いい診療内科進めておくよ。はいどうぞ。はい、巻いた。さてこれは一体何なのかということを紹介させてください。これはね、特に色違いが来てるやつがおすすめですね。この頃になるとある程度クラフトメタルが集まりやすくなってきてる頃だと思うんですよ。もちろん個人差ありますけどね。もう皆さんご存知の通り、このゲームには武器スキンにも色違いスキンというのが週替わりで来るんですよ。その週替わりで来るもので、もちろんね、自分が持っているものあれば、持ってないものまではラインナップされているスキンを全て買うというのはさすがにえぐいので、武器スキンの中でも色違いスキンがあるものを、もしくはね、そろそろ再販が来そうなレアなやつを、ね、特にゲットしてほしい。これ結構おすすめです。今のおすすめで言いますと、そろそろウィングマンの色違いのね、来そうな予感があるんですよ。俺的に殺人光線かな、多分殺人光線がそろそろ来ると思うんですよ。名前赤いウィングマンです。名前忘れました。色違いスキンってのは無料でゲットできる激レアスキンというかアイテムですので、たくさん持ってれば持っているほど評価が上がるっていう、もう本当にいいものなので、自分が持っているっていうスキンの色違いがね、ラインナップされた時にはもう迷わずゲットしていってください。でもここで勘違いしないでほしくないのは、ラインナップされて色違いの元スキンは全て買わなくていいよということ。そんなこと毎週やってたらね、ほんともうクラフトメタルもね、トークンもいくらあっても足りませんから、そんな賢くクラフトメタルは使っていきましょう。このチャンネルの視聴者さんはみんなクラフトメタルをうまく使ってくれています。自分が損した経験から学んだ教訓をもとに、これからエーペックスを楽しみたいという方に損してほしくないという一心で、この気持ちで動画投稿してますし、自分はスキンが大好きなので、こんな感じにノリノリに紹介させてもらってるってわけです。絶対にエーペックスに損してやるかというね、意思がある方はチャンネル登録しておいて損はないと思います。そういうチャンネルです。では次、400レベルまでの紹介。こちらはですね、自分の経験からすると、ここら辺からエーペックスの闇に気づけ始めた頃なんじゃないかな。その闇ってのは後で紹介します。そんなレベル300からレベル400までのクラフトメタルの賢い使い道がこちら、バナフレームです。さあ、このレベル帯になってくると、あることについて考えることでしょう。そう、それがランク。このエーペックスにはプレイヤーの実力ごとにランクリーグとかが分けられているんですよね。まあ、ランクリーグでランクでな、もう言葉わけか。そこでスプリットごとにある程度の功績を残したプレイヤーたちにバッチっていうのが贈呈されるんですよ。そのバッチを完璧に輝かせるために、忘れてはならないのがこのバナーフレーム等のアイテムです。ここをおろそかにするプレイヤー結構多いんですよね。さて、ここで一つある格言を紹介します。稲妻イレブン、今日の格言、バナーは現実世界でいう名刺だ。以上、ボンボワワワワワワー。懐かしい。自分の身分や実力などを一気に証明できるので、ここはどうにかしてこだわっていただきたいんですよ。例えばね、まず野良でカジュアルなランクに行ってると仮定しましょう。でレジェンドの選択画面で自分が使いたいキャラをね、先にピックされました。うわー、先レイス使われたか、どうしようかな、何に使おうかな、底抜け、あー違う。ここで忘れちゃいけないことを、はい、いきなり問題です。問題、レジェンドの選択画面の次に出てくる画面は何でしょうかね。結構ね、あれやってる方はもう本当わかると思いますがね、最近始めたって方はちょっとなんだっけなって思い出してると思います。はい、さあ、そろそろ答えを見つかりましたでしょうか。そう、その答えが味方部隊のバナー紹介ですよね。そこで自分が使いたかったレジェンドを取った味方のバナー構成がはちゃめちゃだったら、ちょっと不安になりませんか。そういうこと一度はあったことはあるんじゃないでしょうかね。そこでどうでしょうかね、味方のバナー構成が綺麗にカッコつけていられると、なんとなくですが安心できませんかね。あ、この人は結構このゲームをやっているんだな、よし頑張るぞという気持ちになったことはあるんじゃないですかね。あるでしょ絶対。ここで部隊全体でいいチームというのが気づかれるわけですよ。それでその試合の中で戦闘を重ねると、ともにチームワークに磨きがかかっていって、いつの間にかチャンピオンを取ってる。この経験もある方結構多いんじゃないでしょうかね。そういううまくいった試合は、味方同士で GG とかグッドチームと言い合ってね、お互いに勝利を喜び合うという経験あると思います。あんまチームワーク良くなくて、普通にちょっと満足いかない試合だったら、多分即抜けすると思うんですよ、勝ったとしても。 You are the epic champion。 はいはい、もういいもういい、次、はい、待ち抜けるこういうことあるでしょう。もはや自分のリザルトなんてもう関係なくて、もう興味ないっていうね、ちょっと悲しい経験。はい、チームメイト同士ね、こうお互いに勝利を喜び合って、もうマッチ
を抜ける。こうなってくるとエイペックスが最高に楽しいゲームなんですよね。これだからやめれんのよね。でもこのゲームにも闇というものが存在しています。その闇というものがチーターですよね。ある程度このゲームをプレイしているとチーターっぽいバラってのが分かるようになってくるんですよ。そんなのが味方もしくは倒されたプレイヤーにいるとちょっと不安になってやる気なくなったりしませんかね。たとえ勝ったとしてもね、うわこいつ味方チーターか、もしやられたとしたらうわ敵チーターや、晒したろうみたいな。なのでそのチーターというね、あのほんと醜いねこの世の敗者たちに勘違いされないためにもほんとこれは大事です。ではラストにねレベル500からの紹介していきましょうか。こちらはですねもうレベル500超えてくる全てのプレイヤーたちに当てはまることです。ここまで来るとエーペックスのいいところも悪いところも熟知した人たちのみが到達するところでしょう。そんなレベル500からの使い道でもうコラクターメタルの正しい使い道がこちら、よいしょ、 Everythingです。はい、もうここまで来たらね、もうクラフトメタルで使ってほしいものなんてないです。なので皆さんの興味が赴くがままに購入しちゃっていいと思います。常時販売のものでもよし、シーズンイベントのスキンでもよし、なんならコレクションイベントのスキンでもよし、ここまで来るとクラフトメタルが溜まりやすくなってると思います。もしかしたらパックを引いたら全部クラフトメタルだったという経験もある人多いんじゃないかな。まあでも何人でも使っていいとここでは言ってますが、ここだけで一つだけ意識してほしいです。それがもうね、あなたパック引けないぞということですね。今までならレベルが上がるごとにパック引けてましたが、もうレベル500超えてくると引けるパックなくなりますよね。まあ引けるとしてもトレジャーパックで引けるやつだったり無料イベントで来る報酬とかしかない。ここだけは本当意識して使っていてほしいです。まあ課金する人は別だね。ということで本日のまとめ、レベル500は案外近いですね。自分も Apex を始めた頃は500レベルなんてはなかなかいかねえだろうと思ってましたが、そんなことない。これからもねこんな感じでレベル別に紹介していこうかなと思うので、よければこのレベル別に関するね、対するコメントもよろしくお願いします。今日は以上です。ありがとうございました。